ちは。こんにちは。さあ、高橋遥人選手が帰ってきましたね。帰ってきました。おめでとうや。いや、本当ですよ。いや、もうね、苦労したと思うよ。はい、ですよね。3度の手術かなんかでしょ。あ、3箇所でしょ。よく復活したね。そうですよね。いや、それを考えただけでも、うん、いや、相当なリハビリ苦しかったと思うよ。ですよね。もうまたね、うん、マウンドに立てるかとか思ったりした時もあったと思うんですけれども、うん、約3年ぶりの白星ということで、はいはい、1025日ぶりな。1025日ぶり、はい、いや、長い長い長い日にちですよ。まあそうだな、うん、まあだけど勝った時のヒーローインタビューを聞いたけど、はい、おっとりしてるな、うん、本当にらしいというか変わらないですよね。おっとりそれとね、試合中、うん、2点先制してくれたんだよな。1点目は森下がセンター前を打って、はい、近本を返したんだけど、はい、我関節っていうかさ、うん、何にもこうリアクションがないというか、うん、ああ点取った、そうそんな感じで、いやいや、君のためにやってんだけどって、うん、君のために点取ったんだけどみたいな。まあ、もちろん勝つためにやってるけども、はい、で大山が打って、うん、なんかこう淡々と投げてる姿がいいな。いや、いいですよね、うん、あまり表情を変えずっていう。そうだな、うん、ただなんかちょっとピンチしのいだ時のうっていうガッツポーズはかっこよかったですけどね、うん、だから俺はガッツポーズももっと派手にやるのかなと思ったら、うん、うっていうような感じでしょ。そうなんですよ。いや、それはこうヒーローインタビューで、はい、なんかちょっと分かったような気がして、うん、でやっぱこうなんか波風がないというか、うん、で常に一定のリズムっていうか気持ちがね、はい、まあ、そういうことでマウンドに立ってるし、うん、まあ、ピンチももちろんあるんだろうけども、はい、なんていうの、いやいや、ここも試練だと思って投げるしかないよねってぐらいの感じだよね、うんうんうん、なんかこうそうとか、うん、ね、打たれたからカーッとなるとか、うん、抑えたからよっしゃーみたいなこともない、うん、抑えて、うん、抑えたみたいな、そんななんかこう淡々さが彼を支えてるのかなっていう、ね、マイペースなところがいいんでしょうね、うん、いや、だからすごくそれは大切なことなんだと思うんだけど、うん、やっぱ感情の起伏が大きいとやっぱね、投げてるボールのこう起伏も激しいんだと思うんだけど、はい、こう平坦になればなるほど安定した力を出せるというかさ、なんかすごく落ち着いてたなっていうね、本当にそんなに投げてなかったのに、はい、そんな落ち着けるのっていうのは逆にね、うん、まあそう思ったぐらいで、うん、まあいいピッチャーが帰ってきたよね。そうですよね。実に2021年10月21日のドラゴンズ戦以来だったということで、はい、でももうね、この手術で手術受ける前からもやっぱり阪神には欠かせない左ピッチャーだっていうふうにはずっと言われてたので、うん、ようやくその高橋遥人投手が帰ってきたなっていうとこですよね。まあ、そうだな、まあ、岡田監督もこう高橋遥人の話をキャンプの時にしたことあるんだけども、うん、3箇所手術してるからなって、本当に復活できるんやろうかなっていう心配はしてたよ。そうなんですね。いや、本当にそれはもう帰ってきてくれるだ大きいわ。ですよね。大きいけど、うん、3箇所の手術乗り越えた人はいないからなって言ってたよ。ああ、そうか。まあ2箇所だったらっていう話はしてたけど、うん、3箇所やろうって、うん、心配してた。でもこうやってね、帰ってきてくれると嬉しかったろうな。そうですよね。監督もな。でも気づいたら年齢的にももう27歳、28歳なので、もういい年齢にはなってたんですよね。まあまあそりゃそうだよ、3年間のブランドがあるからそう、いやだからなんか若いまんまで止まっちゃってるので時間が、あ、そっか、もういい年齢だったんだなって。まあまあそうだね、うん、まあだけど、うん、これからもう追い上げてきてくれるよ、きっと万全だと、うん、負けないピッチャーになってくれる。その豊さんが復帰戦で見た時にやっぱ高橋遥人投手ってやっぱり非常にすごくいいいいって周りからも、やっぱね、球持ちがまずいいわ。うーん、やっぱこの今さ、状態投げてたらパーンって投げていくピッチャーいるけども、はい、それってね、意外とタイミングが合い出したら合いやすいし、うん、やっぱボールが前で離せないっていうか、はい、そういう、こう勢いはつくけど、うん、前で離せないっていうことだと思うんだけど、はい、高橋遥人ってこうやってゆったり前までぐーっと持ってこれるよね。あ、だから手元までだから球持ちがいいっていうことなんですね。そうそう、だからこの体の足に対しての体の預け方とかさ、うん、
だすごく綺麗なフォームで投げてくるよね、うん、だからたまあのスピードがマックスがね多分149ぐらいだったと思うんだけど、はい、150いってないんだよ、うん、だけどそれ以上にやっぱ打席ではもっと感じると思うよスピードが、うんうん、あとはやっぱスライダー、はい、抜くボール落ちるボール、うん、あやっぱ多彩だね。ああ素晴らしいんですね、うん、その球種がこんなに多彩だったっけって、うんまあ、思い出してもちょっと分からなかったぐらい、うんまあ、遠ざかってるんだけど、うんうん、いやだけどこんなに多彩だったら、はい、あれかなと思ってまあもう大丈夫だろうなと思うのと、はい、まだプレートが入ってるらしいな。そうなんですよね。よプレート入っても、まあ、投げられるんですね。すごいな、はい、でプレート抜いたらもっと速くなるんじゃないかっていう、だちょっと抑え気味で投げてるっていう話は聞いたけど、すごい、ね、やっぱ155ぐらいでこう来るんだろうな。ヒューンと。もうちょっと上がってくるんですね、やっぱり球速は。その日豊さんもあのプロ野球ニュース出演されてましたよね、はいはい、まずあのその時の MC を務めた坂口さんは良かったですよね、怪我の前よりやっぱり変化球をうまく使いながら、まあそうだね、キレのあるまっすぐを生かしているように見えたと、うん、で解説矢沢さんいらっしゃいますか。はい、いただいた。矢沢さん、トミー・ジョン手術をして、そして肩も痛めた、それもちょっと良くなってねということで苦労を振り返りつつ、非常に球持ちよく打者の近くまでボールを持っていて狙いを外す、うん、素晴らしいと。で豊さんもいらっしゃいましたね。本当に嬉しいですと。豊さんそれだけだったんですか。なんでこれしか載ってない。いやだって前に言い尽くしてんじゃん。豊さんだけ百鬼豊氏本当に嬉しいですと口にしたって。いやなんか親戚みたいだね。いやだけどあのなんて言うんだろうな、まあ玉落ちっていうのもかぶせて言う必要もないし、うんまあ、変化球が増えたっていうのも、ね、かぶせて言う必要もないだろう。そしたらいやだから、まあ、本当に嬉しいと。ただ性格的な部分は言ったよ、うん、いやあのヒーローインタビューを聞いて、はい、あんなにおっとりしてるんだと、うん、だからそういう意味ではだいつも平常心で投げることができるんだろうなっていうことは言ったよ、はい、うん、あそうだった。だから人が言ったコメントをさかぶせて言ったと面白くない。面白くない。確かに、ね、だからこの記事書いた人はセンスがないよ。そこが俺は大事な部分だと思うから。球持ちがいいとか変化球が増えたっていうのは、うん、これ誰しも分かることなんだよ、はい、うん、ね、いやだけど性格的な部分っていうのはさ、うん、分からないわけでしょ。まあそうですよね。言葉を発しないとさ、うんうん、そのことすら分からないわけじゃない、うん、あ、豊さん下の方に書き揃えてました、はい、なんてと口にしながらも淡々と答えたヒーローインタビューを振り返りながら出てました。動揺してないというかクールな感じ、それでも落ち着いて投げられた一つの要因かなって、すごくいい性格をしてるんじゃないかなとキャラクターに着目しつつ叩いていたと。な、うん、俺のコメントが一番面白くない。そんなことないか。いや一番鳥を飾ってました。いやまあまあそうでしょ、うん、鳥を飾るっていうことは、いいことなの、ね、いいことですよね。いやだから俺はそう感じたな、うん、それは球持ちがいいとかさ、うん、変化球がいいとか、うん、それはもう誰しもさ勝ったらそう言うよ。まあそうですね、うんうん、まあだけど俺はあのヒーローインタビューもね、うん、泣くのかなとか、うん、まあいろいろ興味があって見たんだけど、はい、全く動じないというか、うん、そうですね、うん、だから他のねやってる時にはすごく感謝をしたいとか、うん、まあ感謝は述べてたけど、それでも泣くわけではなく、うん、ね、淡々としてるという、はい、いい性格。いやだから今年カムバックしたのって、まあ、高橋遥人もそうですし、奥川投手もカムバックして、まあ、奥川投手は涙のヒーローインタビューになりましたけれども、本当にあの何千日ぶりに帰ってきたとか何百日ぶりっていう、ね、2投手帰ってきたっていうのはなんかこうファンにとって嬉しいですよね。まあそりゃそうだな、うん、まあこれでキャリアがね、はい、もう全くなくなるっていう、まあ、不安な中から、うん、まあ、這い上がってきたわけだからね、うんうん、それはやっぱ嬉しいだろうし、まあ、涙する時もあるだろうし、そうです、ただ高橋遥人は、うん、やっぱそこら辺は毅然と淡々としてたというね。しかもあの日確か5回で、まあ、降りて、その後締めくくったのが桐敷投手だったり石井投手って、もう絶対に勝たせたいっていう、なんかその岡田監督含めもう全員で勝たせたいっていうなんか気持ちがなんか出てた試合だったのかなと。まあそりゃそうだね、はい、俺はね最後の大山のホームランポール際に叩き込んだ、はい、なんかそれはなんか初回から迫力を感じてたね。今日の大山はちょっと久々違うぜみたいな。
あ、なんかそういうのもあるんですかね。銭形みたいになってた。銭形じゃないよ、五右衛門みたいな。五右衛門の方ですね。今日の斬鉄剣はちょっと下味違うぜみたいな な感じを。そんな感じがした、大山のバットにね。あ、なんか乗り移ったんでしょうかね、気持ちが、ね、なんかそんな感じがした。だからすごく、まあ、いい試合だったなっていうふうに思うね。そうですね、まあ、その演出 の主人公は高橋遥人だったと、ね、でしたね。まあ、ここからはちょっと登板間隔を空けて様子見ながら、球数見ながら放らせるというふうには岡田監督も話されていたんですけれども、まあ、そうだよね。阪神はあの上位2チームを追っかけていくような立場だと思うんですけれども、高橋遥人投手この後っていうのはどんなチームに対して活躍期待できそうですかね。やっぱ負けないでほしいな。なんかお、やっぱさすがっていうところ、はい、これが最初の復活戦で勝ってさ、うん、その後負け続けたら、うん、まあ、ちゃんちゃんで終わっちゃうから、はい、いや、まあ、そういうプレッシャーも高橋遥人にはあるのかもわからないけども、うん、今シーズンテープを切るまで、はい、負けないでほしいなっていう感じがする。なんかそれがその阪神の原動力となっていってほしいですけどな、うん、まあ、そうだな、うん、そうだな。やっぱみんながさ、村上は負ける、大竹は負けるってなってくるとさ、はい、頼りがもう才木、ビーズリー、はい、まあ、そのぐらいしかいなくなるという、うんうん、まあ、西勇輝がもういますけど、ね、あの投げても援護点がないとか、そうなってくるともう砦は春人だというような感じでは負けないでほしいなと思うけど、ね、そうですね、はい。